ごめんね、堀さん。忙しい中、雑用なんて。ちゃんと前見て歩いてよね。ごめんね、堀さん。生徒会のみんなバタバタしてて。誰しも他人には見せない一面があるはずだ。じゃあレミ、宮村くんもらっていい？石川くんは堀さんが好き。そっちに非があるなら謝ってほしいだけなんだよ、堀さん。堀宮、1月より放送開始。